高いな。うん、それから復活。まだちょっと曇ってはいるんですけど、もうほぼこれで見えるようになりました。おはようございます。なんか、声で見たことない人は、このテレビが。ここ小さい。あ、しまった、忘れてた。マイク、胸元につけるの忘れてた。マイク、まだバッグの中に入れたままでした。よし。あ、これで大丈夫ですね。うん、無料延長にしました。ありがとうございます。よいしょ。おはようございます。和骨です。車をね。うん。そうそうそう、止まってる人がやたら多かった。で、ピントがボケる？ん？ピント、あ、オートフォーカスオンになってましたっけ？お、朝日さんか、おはよう朝日という挨拶なのか、おはようございます。あと、延長設定の確認お願いします。うん、延長設定大丈夫です。晴れました。とにかくトイレの前です。本当だ、オートフォーカスになってた。これでいいかな。うん、これかすかに曇ってるのはもうこれ以上どうしようもなくて、今後また買い替えの必要が出てくるのかな。うん、ガミもつけてます。さて、じゃあおいおいいろいろ説明していくことにして、うん、またちょっとなんかぼやけてますね。おはようございます。ちゃんの人いらっしゃいませ。雨はですね、そう、トチさんのおかげでものすごくいろいろ助かりました。バッテリーも充電していただいたし、あ、そうそう、ツイッターで書いただけなんで放送上説明してないですけど、うん、まだ道の駅でこれから出ます。ちょっとあれよっと、そう、近所の方なんですけどね、すごく助かりました。予約できなくなった。こっちばっかり。というわけで、ようやくスタートです。ふう。バッテリーバッチリです。クリーニング液。うん、ウェブカメラのバラスっていうところまで、トツヤさんにアドバイスいただいてやったんですけどね。それより水滴は取れたというか、だいぶ浸水してた。中に思いっきり水が入ってました。と、すいません、夕食時テント、いや、あの人じゃないです。あの人は京都から来た車のご夫婦かカップルかの人でした。うん、レンズの本当に中っていう方はちょっと無理ですね。おはようございます。おはようございます。さて、じゃあまずは萩の市内を見て回ります。おはようございます。気温が意外と寒い、13、14度ぐらいじゃないかな。風があるからですね、風に当たり続けてると結構寒いです。おはようございます。ああ、ウェブカメラ本当どうしようかと思いましたよ。ちょうどいい、そうですね、走ってる分にはちょうどいいと思います。朝風受け続けてるとかなり寒い。まだ体ガクガクしてます。ん？すごく晴れてる。こっちは今日どうかな。晴れマークは出てませんでした。あ、今ここ出してないというか、iPhone がそろそろ充電切れる。iPhone どうしようかな。あ、マラリンクの人たちだ。壊れてじゃないんですけどね。今バッテリー温存のためもあって。昨日笠山っていう観光地近く の半島の出っ張ったところに行ってきたんですけど、そこが服は大丈夫です。萩王館っていう、萩王館のマラニックってイベント今やってて、あ、充電できます。そっちにつなぎ替えます。うん、補足しました。道の駅で軒先借りて、今日丸一日大丈夫なんですけど、万が一今日泊まれなくてまた今日も野宿ってことになったら、明日は考えると、いや、今日泊まること前提にバリバリ使おう。うん、テントあります。で、このマラニックっていうのが、あ、往復してきてる。
ってことはもうあの人たち笠山に行ってきた帰りなんだ。見えますか、走ってる人たち。あの人たちですね、ぶっ通して走ってるみたいなんですよ。さすがに寝るのかな。うん、今日宿の予定です。今日長門あたりで撮りたいんですけど、宿が取れるかどうか。うん、あ、家から、あ、トツの方ですか、さっきの。本当にありがとうございました。まだ道の駅これから出るとこです。で、早いですね、帰られるの。さっきまでそこで話してたのに。で、あ、こんにちは。で、この萩王館っていうのが、萩王館のマラニックってイベントで、あの、一番長いコースで250キロ走ってる人たちもいるんですよ。あ、今この手前を左に向かって歩いてる人は140キロのゼッケンつけてますね。日焼け止めしてますか？日焼け止め、昨日今日はちょっとずっと、昨日は日焼け止めとかいうレベルの天気じゃなかったので。iPhone バッテリーはもう内蔵しかないんですよ。取り出せない、取り出すことができない。で、なんかさ、250キロ140キロのチェックポイントが近くのその笠山にあるんですよ。ひてぼうさんというお名前でいいんですね。了解です。ん、ホイール組、あー、 PC にあの発電してるか。昨日は60キロぐらいじゃないですかね。さて、じゃあまず長門市内に、長門市じゃないよ、萩市の方に行くか。結構寒いです。割と寒いです。名刺を渡しました。携帯、あ、バッテリー固定、取り出せないってことですかね。若い時、運動というよりは自転車旅行をしなかったのが悔やまれますね。大学の時とかだともっと長い時間取れたのに。 あの人は250キロかな、白いゼッケンは。青いゼッケンが確か140キロだったと思う。あ、名刺を渡しました。歩いてる。この人は寝ずにやってるんですかね。自転車、あ、雨の中も走って、あ、列車の音。違うか。すごいですよね。で、チェックポイントで待ってたおじいさんも、あの、あれ、昨日の夜これ話したんだっけ。チェックポイントの係のおじいさんも昨日の夜から今日の朝までずっとやってるはずですよ。今日遠回り、そう、長門市まで直行で25ページぐらい。あ、測定ソフトは使ってないです。テンプレートだけ何かのツールから持ってきたんですけど、あとは全部手でいじってます。あ、ただあの Google マップのページは、ツール、オーサリングツールじゃないんですけど、 Perl っていう言語でスクリプト組んで。やっぱ曇ってますか。うん、まだ寒い。してみる。いつくらい、うん、また夜になると思いますね。秋吉台はアップダウンがあるから。今ここちょっとあの iPhone つないでやります。道はまっすぐでいいのか。あれ、いいよな。今車が出てきそうになったんで。結露対策というか、もうバラして中を拭きました。で、バラすにあたっても、そのさっきの秀坊さんからもういただいちゃったんですけど、あの極小ドライバーセットのプラスドライバー使わないとバラせませんでした。一応手持ちの安全運転です。で、行きます。大阪やって、アショロのライダーハウスのあれみたいだな。そう、もらっちゃいました。直線ですね。頭湯気。まあ実際寒い時とか頭から。私はあのツールナイフにドライバーついてるんですけど、それでもでかすぎました。十分小さいかなと思ったら、あのウェブカメラで使われているネジは、まあ、1本だけなんですけど、直径、あの軸のところが 0.5 ミリぐらいかな、1ミリもはないぐらい。
のネジなんですよね。僕の例、私が走る秘訣として伝えられるのは、疲れを残さないように走るっていうところですかね。まあでもそれじゃ鍛えられないんですけど、例えば1日5、60キロしか走らなくて、まあ、山登りしても山登るだけにしとくとかですね、まあ、一生懸命走ると、一生懸命負荷かけて走ると疲れが残るんですよね、うん、あ、そう、カメラの裏の一番下のネジです、それです。あんな風に簡単にばらけるとは知らなかった最初。そう、初日は長門の宿、ああ今ちょっと聞き逃した、天気、うん、おはようございます。若さ、ああ、そうそう、また若く見られた自慢していいですか。鼻につくと思いますけど、隣、道の駅でですね、道の駅の軒先で寝たライダーの人とか車の人とか、私の前後にも もう一人ずついたんですけど、ライダーの人に話をしていろいろと、まあ放送の説明とかもして、20代後半から30代前半ぐらい見えると言われましたよ。ってことは10歳サバ読みだ。まあ半袖と短パンの格好が大きく影響してますけどね。個人証、これなんでしょうね。個人が、あ、これ駅か。あ、20代はまあないでしょうね。そう、宿がツイッター、あ、ありがとうございます。後で電話してみます。これが東萩駅。おはようございます。中学生。天気がですね、今日も良くないんですよ。ただもう今日はウェブカメラ雨対策全部引っ張らしちゃったんで、降ってきたらやばいです。まあただバラして浸水はまた解決できるんで、あ、この模型は萩青年会議所の寄贈により設置されたものである。もう持ってきましたか。ああ、本当だ。どうしようかな。まだ中で中に水が残ってたってことかな。どっかでまたちょっとバラしますか。右下が曇ってる感じですよね。今日は長門市まで行こうと思ってます。秋吉台経由で。熱持って、カメラが温まってきました。温まってくるとこうなるのか。レンチンしたら回路がぶっ飛ぶと思います。多分ぶっ飛ぶよ、ぶっ飛ぶよって今言ったのはピンポンって映画の ネタなんですけどね。サイン、実家には寄りたいんですけどね。明日レンズ外側につけてもあまり意味ないです。宮沢理恵、あ、石垣に穴が、こんな、なんでここ剥がれてんだ。予定、いや予定は立ててないようなもんです。ご飯食べました。おにぎりとコーンポタージュ2人前と野菜ジュース。こうなってんですね。表面のこれ本当に石じゃなくて何でできてんだろう。でも苔とかもちゃんと生えててリアルですよね、この 石垣のところ。苔生やしたのかな、これ。あ、服装はこんな、こんな服装です。短パンで、上はまだ雨具を着たままです、寒いから。苔、いや、リアルじゃないですかね、いいと思いますよ。足の方の寒さはまだ耐えられるんですよ。だってほら、真冬だって女子の人は生足だったりするじゃないですか。あれいつ見ても寒そうだと思うんですよね。だから上半身さえまあカバーしてれば除去。ここ、さっきの城ですか。
一条の城一条の城じゃない、一条のなんだっけ、主か900年後。 GPS ちょっと iPhone 繋がな、電源繋がなきゃいけないんで、どっかバス停みたいな、ベンチがあるバス停みたいなの見つけたら、ちょっとここ歩道の中走ってるので通過してしまいました。さすがに今の歩道走ってるから止まらないよな。お、いらっしゃいませ。あれも変だよな、それ自転車専用のこの横断歩道みたいなのがあって、歩行者は地下道をお通りくださいって、これ説得力ないな全然。自転車だけここ OK らしいんですよ。多分地下を通す道の自転車対策ができないからこうしたんでしょうけどね、不自然だな。で、ちょっとまた降ってきた、今後ろからバラッと降られた。パソコンに、でも結局外に出しちゃったらまた中の分が蒸発しないと、カメラの曇りです。後ろからバラッと雨が、ん？西どこ？うん、いつの目、いや、そうでもなかったですよ、ゴールデンウィークとか来た時には。今日も本当に天気がやっぱりパラついてる、鬱陶しい。まあ路面が濡れなきゃいいですけどね、走る分には路面が濡れなきゃ大丈夫。宿で、まあとりあえずあのバラして、あの乾かしときます一晩。てかそのバラすことに、バラすという方向に全く頭が働いてなかった。さっきの秀坊さんから教えてもらうまで。スリップ、この白線ですね。萩城城下町2キロ、あと2キロ。あ、傘。今ここちょっと iPhone これからどっかで電源につなぐので、今 iPhone 電池切れかけなんですよ。あ、おはようございます。Wi-Fi につないでるモバイルブースターに iPhone をつなぐか。それにしてもまだ体温まらないから寒い。これですか。あの雨がパラついてる感じです。今日の目的地は長門市、秋吉台経由。モバブーは2個持ち歩いてます。あと外部バッテリーのでかいやつも2個持ち歩いてます。で、昨日の夜秀坊さんにあのでかいバッテリー2個とモバイルブースターの片っぽを充電していただきました。だから今日は丸1日余裕があります。ここは何号線だろう、あれ違うな、なんだっけ、191号か。うん、191号で合ってる。助かりましたよ、本当に。今日は内陸、そうです。あの秋吉台は前から行ってみたくはあったんですよ。ただこの天気だともったいないけど。私が住んでるのは横浜市です。お、マラニックの人だ。あ、これ右ですかね。でもこれ直進した細い橋も良さそうですよ。面白そうですけど。萩駅ってどこだ。電車。箱崎勤めて、いや、そうではないんですけど。あ、でも右行って駅前行った方がいいかな、一旦。そう、面白さを求めます。面白い道の方がいいです。まあ、面白いというのかな。マイナーな情報量の大きい道を行きたいです。うん、大学の教授になんか医者顔とか教授顔とか助教授顔って言われたかな私は。いや、秋吉台の鍾乳洞があるんですよね確か。皇居周り、いや特にそういうわけでは。あの、ここだとまずいですかね。ここは右折車から見ても、今この
状態だったら大丈夫なはず。ん？泊まり？ん？今日は何が多い？パラついてるな。ロボさんですか？私です。で話しかけてみるわ。ロボさんは暴走以外では走りません。暴走以外で全然走ってないんですよ。それもなんかどうかなって自分で思うんですけどね。あまりにもなんか放送に、放送のために走ってるんじゃないんですけどね。うわ、ただなんかその行ったところの放送はもったいなくてしたくなる。特にこういう遠征の時には後にいろいろ情報を残したいっていうのもあって。うわ、あ、写真そういえばまだ全然撮ってないや。放送以外でも餅つき行ってないです。ん、そう、放送の行き甲斐です。いや、うん、それを否定するのもなんだしな。デジカメはキャノンパワーショット S95 です。ああ、なぜかこれはあの無線機能付きの SD カードの iFi っていうのと相性が悪い。ベストサイクリングは一番印象残ってるのはやっぱ北海道ですかね。北海道の最初に行った時とか、出会いたいんですけど、それはあなたの性格次第じゃないでしょうか。いや、あんまりいい言い方じゃないな。それはあなたの何次第？あなた次第。運転しながら話さないと。あ、萩焼き祭り会場。あ、いらっしゃいませ。お、山崎ブレッドケーキギフト。うん、萩市内もうすぐ萩駅です。お、和菓子屋さんなんですけど山崎って書いてありますね。九州ママチャリですか。山陰好きというか、以前走ったところの続きを走るというのがよくあるので。うん、あ、そう、あ、曇り取れてきました。そう、甘いもの目がないです。ノーアイ。ハギ、おハギとこのハギは違うと思うけどな。関係ないですよね多分。あれ、ミスとかあるのか。これが駅前通りのはず。きなこですか。あ、曇りなんで取れたんだ。まあでもよかった、今日は降らないに違いないです。あ、そうそう、夏みかんが名物なんですかね。なんて言うんだろう、あ、前新岩国から帰りました。銭湯じゃない、ホテルのお風呂の壁が、あれなんて言うんだろう、白い壁に上に瓦がついてるタイプの塀、あれはなんて言ったらいいんでしょうかね。あの瓦付きの塀と、その上に夏みかんがたわわに実ってる絵がずっと書いてありました。熱で、うん、白壁っていうんでいいんですかね、あれは。武家作り、そういうのかもしれない。こういう道、いや、この道はちょっと太すぎて好みじゃないです。メイン道路すぎて。うわ、また降ってきたな。結構降ってきました。とりあえず雨対策今全部取っ払ってきちゃったんで、とりあえずやんなきゃいけないのは寝袋をカバーすることと、寝袋カバーと GoPro はもうケースに入れてるからいいとして、ウェブカメラの上だけ塞ぐか。ウェブカメラは上部と塞いで、そう、パソコンの方もやってないんですよ。だから昨日道の駅に軒先をお借りしました。道の駅萩シーマート。この川は何川？よ、降ってんな。あ、阿武川、阿武町の阿武ですね。
阿武町の兄、阿武町の部ですね。あ、延長どうだろう。また延長失敗詐欺になるんじゃないかな。昨日珍しく延長詐欺にならなかったですね。アニメは最近のは全然わかんないですよ。一昔前しか知らないです。んって人で延長失敗30分になって切れたように見えても多分続いてますんで。防水リュック、あメイド喫茶は行ったことないですね。なんていうか私はなんていうのかな、キャバクラとかもそうですけども、お客さん、あ、いや違う、なんていうんだろう、あー難しいな。とにかくん、さくらさん、そう、ふたずは会社の付き合いで行きました。ですね、なんて言ったらいいのかな、そんなことは本質的に無理だと分かってはいるんですけど、なんか腹割って話すともちょっとイメージ違うな。偽らずに、飾らずに、なんていうか、社交辞令じゃない、社交辞令が一切含まれてない喋り方したいんですよね。そんなこと日常生活でもまず無理なんですけどね。で、そういう店に行ったら社交辞令しかなさそうな感じがするんで嫌なんですよ。あ、おはようございます。ん、いや、新しいのフォーマです。そう、互いに。で、これが仕事上でも結構そういうお客さん向けに上面の、あ、そうそう、上面って言葉がいいな。あ、カメラ大丈夫でした。上面がもう嫌で嫌で、そんな上面ゼロなんていう付き合いはできないのは分かってるんですけど、できる限り上面関係を避けようとしますね。河原兵ですか。あ、ありがとうございます。あ、あれが萩祭りの会場だったのか。ちょっとじっくり見ていくわけじゃないですけど、ざっと見ていきましょうか。自転車乗ったままドライブスルー。デレなし、デレなし、腹割るというのもちょっと微妙に違うんですけどね。エメットの、ああなるほど、そうそう、確かにそう、うん、美味しくなれ、そう、常に本気です、常にマジです。あ、そうそう、ハメ外し、私もそうそう、はい、あ、はい、自転車はそこに止めるっていう話だったね今。あ、了解です。駐輪場はここですね。はい、ギヤキ祭り会場417、すごい。さて、ポタファイを、私の年収は53万です。53万です。フリーザ様か。乗ったまま無理でした。ハギヤキは買わないんですけど、あ、こんにちは。で、ついでにここで iPhone にも接続して、よっと、荷物がですね、なぜか今日詰め直すとやたらパンパンになってしまって、なんだかな、同じ量の荷物のはずなのに。指導延長、あ、延長来てないですか。延長コメント来てない。防水はまだそんなに本気で降らないと信じて、あ、延長できてない、危な、あと30秒だ。え、なんで自動、あれ、あ、来てますか。あ、なんで反映さ、見えてないだけか。まあでも失敗する可能性は十分あるので。小麦粉、パスタまだ残ってます。で、途切れちゃったらまた再開するまでに30秒ほどかかりますんで、しばらく待ってからリロードしてみてください。デュラムセモリナ、長い文字列の割に知名度が高い、デュラムセモリナ。あ、 iPhone は起動できない状態になってました。まただ、
ああ、しまった。やっとけばよかった。iPhone がですね、iPhone が起動できない状態にまでなってたんで、で電池がなくなりすぎて、あれ？あれ？なんで給電できてなかった？FM入り大丈夫でした。あ、忘れてた。パソコンマイク。これ、この状態で正常終了させなきゃダメなんだな。強制終了させたらダメなんだ。お待たせしました。このちゃんと音が正しい状態で、配信ツールからの強制終了じゃなくて、正常終了、FMLで正常終了させないとダメなんですね。記録さ残らないんだ。ちょっともう一遍、もう一度つなぎ直していいですかね。その状態保存してきます。もうちょっと待ちください。でこれで終了させて、でこれでもう一遍起動すれば大丈夫。風強っ。間違ってもこれでつながらなくなったりしてないよな。映像が来てない。なんで？こう。よし。よし。OK。一瞬またサーバーエラーかと思ってしまった。なんかすごくイカ焼きの匂いがあって、これ真後ろがイカ焼きか。戻りました。じゃあこれで、今ここ出そうにもちょっとまだ iPhone が起動できないので、あ、これもしかして、もしかしてこれポタファイと同時に、ポタファイと iPhone 同時に給電しようとすると足りなくて落ちるのか。まあいいや。じゃあ iPhone こっち置いといて、ポタファイだけ持って。もういなくなりましたか。なんでか曇りがなくなったのかな。ピアスなのかな。これ少なくとも電流は 1A までいけるっていうのがあるんで、っていうタイプだったと思うんで。いや、古いやつだっけ。 1A いけないやつだったっけ。あ、なぜかフライパンがはみ出した。電流食いますか、充電で。そう、じゃあちょっと、今ここサーバー生きてる。あの iPhone でまだ出してないので。わー、よいしょ。みりんボス、あ、そら、あ、50円、1個100円。あ、じゃあすいません、焼きイカ1本お願いします。はい、
これ会場は何時からってもう始まってるんですかね。始まってます。あ、はい、萩釜バーガー、あ、持ってる。ちょっと今一応カメラ隠してます。持ってるか。焼きイカ、うまいですか。何の会場でゲソ？イカ焼き。これは萩焼き祭り会場ですね。雨が降らなきゃいいさ。で、今日は多分60キロぐらいだと思います。秋吉台の方を通って長門まで抜けて。あ、何時ぐらいから？いや、さっき出てきたばっかりです。道の駅から。で、今これ趣味で生放送しながら走ってるんですよ。今ちょっとカメラ隠してますけど。あ、そうなんだ。ええ。で、これ見てる人がコメント打つとこっちから読み上げて音が鳴るんですよ。あ、そうなんだ。イケメンだなって言ってますね。あ、さっきちらっと映ったか。あれ、隠れてない。大変ですね。はい、こういう時は隠さないと。一応誰かを注視するときには無断で映さないように隠してるつもりなんですけどね。あれ、なんで隠したつもりなのに。あ、半分曇り。お申し込みをいただきました、宇部市からお越しの西本博之様。お、切れた。大丈夫か。もうつってさっきまで映ってたのか。準備ができております。はい、お待たせ。あ、ありがとうございます。はい、いただきます。お越しください。イカ焼き、さっき映ってたのか。というか、さっき横向いたつもりが全然ダメでしたね。じゃあ、まあこれ動画にした時にはじゃあいただきます。うん、なんか音が切れるな。うん、なんか変だな。ゲソは、あ、うん、うん、100円です。そこと、こうやって手頃なサイズで100円はいいですね。だいたい高くて3、400円ぐらいするもんなのに。うん、うまい。うん、そうそう。安い。終わりはいかがですか。うまそうじゃないか。前。100円入れ。夏みかんジュース。やっぱり夏みかん名産なんですね。うん。お魚コロッケ。みりん干し。うん。そのでもカメラつけてるから店の人からすると結構脅威なんだろうな。夏みかん、夏みかん。てか、お客さん私しか今通ってないから思いっきり声かけられる。すごい、うん、すごいいいですね。萩焼きは食べ物じゃなくて、あ、すごい。で、他のお客さんが歩いていく。朝早くにいるのかな。うん、昼ごはん、ああ、まあ九州台のあたりのなんか、うん、うわー、すごい。うわー、玉ねぎ。おお、ちょっと自転車旅行中なんで。写真だけ撮らさせてもらおう。あれ？でも、ハギ焼き、ハギ焼きは？あ、ハギ焼き自体はどこだ？焼き物ないですね。うん、うん、夏みかんですね。傷物でも、でっかい袋で1個700円ぐらいか。うん、さっきより、うん。方角から。萩焼きは瀬戸物っていう範疇に入るのかな。すぐ唐揚げ。すぐ唐揚げ。300円か。
お魚コロッケ100円。広い声が声かけられますね。まだ皆さん朝だから、あのお店の人もこれから気合い入れていかなきゃっていうところなんですね。じゃあ串でも、串こんな中に入れるのあまり良くないかな。簡単に突き破りますからね。あ、この中だ、萩焼き祭り。うん、結構風強いんですよ。箱買い何を買って、萩焼き祭りの中これ映しちゃうまずいのかな。ちょっと一応聞いてみるか、聞いてみるかって。うん、今日聞いてみますか。あのダメでも皆さん、あの皆さん、あのダメだとしても皆さん文句言わないように。こっちが迷惑かけて、あの映させてもらえるかどうかってとこなんで。すみません、あのですね、あの、はい、個人の趣味で、はい、個人の趣味であのこうやって生中継みたいなことをしながら、はい、あの旅行してるんですけども、はいはい、中を映しても大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。はい、おはようございます。大丈夫です。よいしょ。うわ、人がいっぱい来た。個人の趣味って言い方しないとテレビ局みたいに思われるんですよね。で、確かヘルメットにあのカメラつけた状態で中入りますよ。キルクマでございます。で、人がいるか、ちょっとこれ、ちょっとこれ読み上げの音下げないととてもじゃないけど人混みの中歩けない。こっちの趣味でもうちょいです。こんぐらいか、こんぐらいか。よし。あ、いいかも。ヘッドセット今もバッグの中にあるんですよ。汚せないですよね。いや、そう、マンケーとかいきなり言われると最悪なんで。おお、すごい。こんなに断られ、あ、でもですね、ちょっと迷惑そうにされたらもうすぐ引き下がるようにしてます。え、何これ、ここは。おお、すごい。体育館か。でも、あの観客席までありますよ、ここ。すごい。新人物、おります。どうしようかな、ヘルメット被るんじゃなくて手に持っていくか。よいしょ。あ、でも読み上げを手で耳で聞きながら行くためにはこのままじゃなくてダメか。まあいいや。一生ものは、すでに焼き物買う予定はないんですけどね。萩焼きというのがどんなのか私知らないんですよ。あ、そうだ、フィッシー手に持っとけばもうちょっと変じゃないか。いや、より変にはなるんだけど、何やってるか分かりやすくなる。キャンプ用の大皿、恋愛大皿。おお、服、招き猫。スタート価格5000円から。読めますか、スタート価格とか。そういうの、かわいいですね。いや、5000円スタートなんで。また、うわ、かわいい。見えるかな、あ、肉のおすすめ、腕章みたいなのつけるといいかもしれないですね。頭に穴開いてる。おっと、かわいいですね。あ、ここには、あ、こういうのも好きだな。あ、そうか、下戸です、私は。あ、ここはですね、あの萩焼き祭り会場です。多分なんかのこれ体育館だと思うんですけどね。
あ、実家には行きたいんですけど、どうだろう。うん、箸置き、あの焼き物なのにぐにゅっと曲がった感じ。まあ実際横前は柔らかいんですけどね。愛に好きだな。硬いものなのに柔らかそうに見える。すごいな、これ全部じっくり見て回るとものすごい時間かかりますね。あ、市民体育館か。妹しかいないですよ。ちょっと想像つかないよね。失礼か。カメいいな、うん、ね、結構多いですよね、このカメ。スーパーで、いや、焼き物さすがに重いんで、ちょっとキャンプ用品には向かないんですけどね。でもすごいな、どこも繁盛してる。私カメ好きなんですよね。子供の頃あの実家でカメ飼ってたんで。値段、さっきのやつはな、あれ300円ぐらいでしたっけ。そんな安くないか。さっきのカメのやついくらだったんだろう。こんないいですよね。あ、300円で合ってた。あれは安いですね。あれ素焼きなのかな。塗り物、あの塗り薬は特にかかってない感じでした。陶磁器に、重さがありますからね。観光客さんだと思いますよ。結構来てるんじゃないですかね、遠くからも。あ、すいません。あれ、塗り薬じゃなくて上薬っていうんでしたっけ、あれのは。高い。え、こういうのも萩焼き。すごいな、こんなのまであるんだ。ちなみに25万円でございます。あ、あれ実際に焼いてるところの写真だな。あ、そう、私はバレない。そうですね。他社は、いや、どうだろう。萩焼きというとなんかその伝統がどうって話があるんで、前衛的なやつはあんまり受け入れられにくいんじゃないかな。どうだろう。これは萩焼きとは違いますよね。白磁器みたいな感じじゃないのかな。誰と喋ってる。ネットの人と話してるんだよ。感情キーホルダー本当すごいな。じゃあ、あとはもうざっと見ていきましょうか。あんまりじっくり見てると時間かかりすぎる。漫画チック。パグだな、これ。パグとか牛とか。こんな音か。見えますかね。キャラクターがついてる。実用的な。割と薄いやつもあるんだな。うわすごい。何これ。そう、でもこれうっかりですね、あの前に乗り出してバッグが触れて落ちて割れたりしたらですね、さっきのあのものすごく細かい模様のやつとか、あれ1個80万ですよ。アナコの手のひらに収まるものが80万ですよ。80万。どんだけ手間かかってんだあれ。そう、落として割ったら、てか今ここで地震が起きたりしたら、で地震って軽々しくなる不謹慎だけど、穴が割れたらすごい被害ですよね。そう、コーチン簡単に作ったものじゃないと思うんで、値段のものは高い値段のものはそれなりに高数もかかってると思うんですよ。あ、すいません。今なんかあのスタッフの人に思いっきり注視された。説明しようかなと思ったけどスッと目をそらされた。
そう、手触れるの怖い。屋外はロビーを囲めまして、すべて人が増えすぎて取りづらくなってきた。屋外の指定の撮影箇所でお願いいたします。遅れて進めてると、わあ、ちっちゃい。カッパか、これちっちゃいですね。値段書いてないけど、ね、なんかこれ小さいものに引かれますよね。なんかミニチュアのものって惹かれますよね。だからこれは私、ハキハキ見てるんじゃなくてミニチュア探して見てるのと変わらんな。そう、ガラガラ出しょんが怖い。小鉢600円。小さい、いや買うわけじゃないんですけど、時間の無駄って。こういう風に展示したのもいいですね。だいたいこうやってなんか白かったり、オレンジ色とか土色かな、淡い土色みたいな感じの色が多いんですね、萩焼きっていうのは。あー、なるほど。年配の方、ん？喧嘩してる？同じものか、ああ、それはありますね。庶民の配信、私はこういうのもまあ割と好きなんですけどね。兜、あ、リアル猫だ。リアル猫、うん、ちらほら、いますね。うわ、すごいな、あれ。絵のキャンバスみたいにして使ってあるのもある。初二度通ないですよね。でも、でかい観光地だったらアンテナ設置してある可能性あるけど。土、うわ、フラクタルな感じ。コーヒーカップですか。出口のとこで待っててくれてるんだったら買いますけどね。あの代わり買って渡しますけどね。これ搬入も大変だったんでしょうね。割れないように梱包して、こんだけのものを持つ、うん、そう、景色見たいんですよ私は。鍾乳洞というよりは、欲しいのか。私は、うん、だいたいね、亀かトンボにグッとくるんですよね。亀かトンボでグッとくるものがあったら買ったかもしれない。さっきの剣山はちょっとグッときたけどな。もうちょいリアルだったら、ナスビ、私亀とトンボが好きです。というわけで、トンボ、カトンボっていうかガンボのことなんですかね。なかなかいろんな種類があるんですね。毎日ハギ焼きが40個当たる、ハギ焼き抽選会。もう一つ何か、もう一つですか、もう一つか。あ、ちょっとトイレ行ってこようかな。晴れてきました。じゃあ、ん？萩焼き何の最大イベント？業者の最大。ちょっとじゃあトイレ。ここに荷物置いて。盗まれたらそれまで。ちょっとトイレ行ってきます。
て、これで戻りました。あ、そうか、ポタファイマー、ポタファイマー、ポタファイトイレに持って入ってしまったからか、すいません。ポタファイは今ポケットの中でした。そういや忘れてた。じゃあボリュームの音量普通に戻して、ポタファイトイレに持ち込んでしまいました。トロフィーはですね、何だろう、ちょっと見てみましょうか。謎の書類そうですね、これは山口県朝日駅伝競争大会準優勝、誰が？トイレの中に、あの途中コンクリートの壁があるから切れちゃったみたいですね。こっちの表彰状は萩市体育指導委員協議会殿、長年にわたり地、あ、プレート曲がってますよねこれ。誰が？こっちはなんか地域スポーツの普及発展に尽力ってやつで、これは年輪ピック静岡2006。これもなんかあの所定の位置からずれてますね、残念で。あのメダルのな、メダルの絵が可愛いんですよ。写真撮っとこう。うん、あ、さっきのおじいさんいないな、ありがとうございましたって言おうと思ったんだけど、さてじゃあ萩焼きも満喫したことだし、パラついてるなんなんか切れたかな。あ、読み上げが、これ読み上げが、よっと、なんだ、接触不良か。これも雨でやられたか。ん、いつかまで。どこの接触不良だこれ。自転車が、いかもう一本ですか。ですね、どれがいいかな。コーンチーズ、ハギカマロールっていうのがあるんですよね。かまぼこ、かまぼこもの。風がさっきから強いです。フグ唐揚げっていうのもあるんですよね。夏みかんジュースもある。かまぼこの方がいいですか。フグ300円、フグハラグ300円、カマロール200円前後。かまぼこは200円前後なんですよ。200円、チーズロールツナが230円、プレーンが180、あ、チーズが230円か。300円でもうフグなんて食い飽きてますから、賑わってます。チーズ欲しい、チーズ食べよう。じゃあちょっとこれ上向けるかな、ちょっと下向けとこう、手で持っときます。よいしょ、よいしょ。でも私あの読み上げ聞こえてないです。あ、揚げたて、じゃあこのチーズお願いします。
はい。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 いただきます。ありがとうございました。よいしょ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 。向かって。あれ。ちょっと。ちょっとこれ暖かくなりますかね。はい、暖かく。はい、しましょう。すみません、ちょっと。これは萩市の中心地です。そこ、これ油切りが。そう。そう。あ。そう、炙るというか、本がないので持ち帰りが前提なんですよね。なので。そう、温かくしてもらおうと思って。そう、さすがにぬるい状態で、うわあ高いとかいうのは嘘になっちゃうんで。で、今油を取り出してきたティッシュで油を取ってもらってます。あ、すいません。はい。演技力で、それはちょっとなんか嘘になるので、うわ、面大嫌い。そう、かまぼこ、あ、そうなんですか。やけどフラグ、確かに揚げたてもいいとこだから。違うアピールです。じゃあいただきます。あ、中まだ結構暖かかったからちょうどいい。リアクション芸人、そうそう。うまい。うまい。まあ今本当に熱くしてもらった状態なんで。なんかよくはこない。チーズがとろけております。結構なんかこれ周りパン粉みたいなのがついてるんですかね。揚げパンの味もします。ん、少々は、ノーガードチューリンでしたね、そういや。周りの状態が最高ですね。で、中は火傷するような厚さじゃないので、それもまあちょうどいいかな。あ、中は熱いまでいかないんですよ。でもチーズは溶けてるぐらいの温かさ。しかしこれはカロリーかなりあるな。揚げパン。あそこの調子、これは萩巻きロール、萩カマロールってやつです。萩カマロール。230円でした。これは180円。まあ、半ぺん、いや、かまぼこに近いですね、やっぱり。あ、そうそう、会津。なんかあっちの方と隠してあるみたいですね、まだ。まあ、会津の方に行った時にそういう話聞いた。何を見す？はぎかまロール。そうそう、会津でしたよね。そうそう、前パンの耳あげて、細くて当たり前か、パンの耳あげて砂糖とシナモンまぶしたやつ、あれって店のもんじゃなくて家で作ってたのかな。あれもなかったですね。アイズの福ちゃん。で、今時間は
うん、結構人降りてきますね。10時過ぎたか。秋吉台までここから上り含めて30何キロぐらいなんで、まあ早くて2時ぐらいかな着くのは。遠くの人がそうですよね。ごちそうさまでした。美味しかった。でもこの分量はなんかご飯とかと一緒に食べたくなるな。これ戊辰戦争の時ですよね。曇ってる。レンズの方かな。空も曇ってます。何でしたっけ、白虎隊でしたっけ、少年部隊のが自決したのは。高いハギ焼き買ってですか。でまた、そうなんですかね。フグはもういいかな。海に並べる。あ、しまった。セブンイレブンで買ったもののゴミをここで捨てるのもなと言って、セブンこの先あったっけ。まあいいか、持っていこう。では、ハギカマロールは、ありがとうございました。ありがとうございます。さっき許可してくれた人だ。で、とりあえず駅前に行くか。駅前だからイギリス、カノン砲とかが活躍した時でしたっけ。活躍中か。おっと、車どんどん来ますね。うわすごいな。あの会場はあの状態からさらに混むのか。よっと、撮影戦争ありましたね。変なおっさんで多い。黄色いガードレールあった。そう、山口県といえば黄色いガードレールで、あれ夏みかんの色なんだそうですね。そう、昨日の夜あったあのライダーの人もそう話してました。プリウス車ですね。当たり前か。細い、あのバス細い。最近あの細いバス多いですね。小型で窓がでかくて。これが萩駅か。あの萩駅のあの看板がですね、萩駅舎って書いてあります。萩駅と書いてなくて萩駅舎って書いてある。細いバスは新しいやつですね。モダン、そうですね、あのモダンっていう世代の感じですね。あ、また降ってきた。メインターミナル、そうなんですか。萩駅、もうちょっとなんか、もうちょっと周りが、その、繁華街みたいな感じかと思ったら、全然そうじゃないんだ。東萩じゃなくて萩の方です、萩駅。整備されたロータリーと駅舎ですね。整備された、ナウイモダンな駅ですね。ナウイ。あれとかなんとしてますね。あ、もし自然と歴史の展示館ってこれ。これ。長州ファイ。伊藤博文。これファイブって当時の呼び名なんですかね、これ。それとも最近、つけられたのかな。
姫路の愛知県。あっちの建物は観光協会ですね。あ、夏みかん、よく来たら夏みかんが。入館料無料ってこれ駅舎なんですよね。駅舎ですよね、これ。後付けですよね。井上活動場、あれ、まさるか。台座飾り石。とてもみたいですよね。アウト発行、今と昔。レッド。井上博文はどちらかというとブルかな、千円札の色が。ちょっと、まあちょっと覗いただけでした。ほら、夏みかん。ていうか、夏みかんって夏じゃないんですね。さっきも夏みかん売ってたし。春にな、春なるのかな。電話ボックス、あれ、そうです、そうです。自動電話、え、何自動電話って。働くの自動電話。夏みかんです。いただいたらどうなんだろう、怒られるのかな。うわ、あれだ、あの電話機だ。見えました。自動電話って言い方なんでしょうね。スパイ横浜にもありますこういうの。こっちみんな自動電話わらわら。これかけれるの。自動電話。明治末期から大正時代に建てられた公衆電話ボックスを復元したものです。六角形のモダンな建物で自動電話と呼ばれていましたって。なるほど。当時の呼び名か。自分で働かせるってことなんでしょうね。緑の電話が。めっちゃ偉い。このタイプは前、偉く内装が豪華なユースホステルで見たことあります。仙台、あれ、旅情案じゃなくて、なんだっけ。なんだっけ、あれ。名前忘れたな。なんだっけ。ぐるぐる回す。うん。鑑賞用。音響カプラ。そうそう、前、グレデンで。テレカで、グレデンで。RJ ジャックで。まあ、音響カプラー使ったことないんですけどね。私は有線だったんですけどね。で、ここから、じゃあ、秋吉台に向かうには、右って山の方か。じゃあ、行きますかね。音響カプラで。音響カプラっていうのは、受話器の形した、難しいな、説明が。音響カプラでググれ。洞窟は配信できるんですかね。有料なんじゃないかな、しかも。カプラは、カップラー。電話の音が鳴るところと、パソコン側でその音をデータに変換する機械を、まあ連結しそうですね。グーグルクス。ほら、小さいバス。事故、そうですね。なんか悲惨な事故のニュースばっかりだな、最近。小室？ちょっと待った。行き先し、新作くんって書いてありますよ、行き先が。どこに行く、あのバス。高杉さん地域？新作くんって書いてありましたよ、行き先に。後ろには西回りって書いてあるけど。あれ、バスの名前なのかな、新作くん。普通行き先が出るところに、どこどこ経由どこどことかいうところに新作くんって書いてありました。写真撮れたかな。いや、追いかけない。高杉さん家行くんですかね。まあ、多分バスの名前でしょうね。あんなところに表示するのは変な気がするけど。燃えかと思ったらそうでもないな。高杉。カモ？そんな排除する。
さてじゃあ行きましょうか。微妙な新作くんでしんちゃん。あそこもまたマラニクの人が走ってる。うん、秋吉台に向かいます。あ、今ここのことすっかり忘れてた。今充電してるからもう着くようになったはずだから。うわあ、うん、うん、22分。あ、こんにちは。一旦向こうまで行くか。道沿いに。そうそう、あの松陰寺っていうのもあるみたいですね。お寺さんが、ライダーさんが、あ、ライダーさんじゃない、秀坊さんが言ってた。あ、やっぱり西回りのということなんですね。今ここ、うん、うん、あれ？え、ライダー先生、ウキングライダーさんかな？あの NHK に出た、NHK で特集された。じっとりさんはさすがにもう遠いんじゃないかな。あ、軍手じゃないです。あ、松陰先生、なるほど。あ、松陰神社でしたっけ。そう、特集されました、ご近所ライダーさん。たっぷり30分だか1時間の間、ご近所ライダーさんがずっと破れております。よくありがとうございます。あ、一気に固まってみんな来てるな。軍手は今あのバッグの底の方に眠ってます。うん、これは大丈夫です。これは元からのやつです。セブンイレブンないかな。セブンで買ったもののゴミを捨てたいけど、軽いからなければずっと持っていくか。あ、よかった、雨がまた止んだ。まだ行くか。ん？ウォンさん？ウォンさんはまた生主さんの話かな。TBS で、あ、祭りさんとやってますか？あ、それ知らない。そうなんだ。最近ですかね。あ、空いてる、そうですね。通気性がいいです。これ非常に、いやー、関係ないとこに捨てるのはなんか、なんだか。イオンと、あ、あそこダイソーある。今ダイソーで買わなきゃいけないものは特にないかな。セブンイレブンが、うん、どうなってんだこれ。うん、峠放送。あ、そうなんですか。本当最近なんだ。それは見たかったな。じゃあご主人がバリバリ出てたんですね、あの山男の。これ降りるしかないか。ちょっとこの辺り道が新しくなってて、途中まだ道が整備され中みたいな感じですね。山陰道っていうのが私が予定ルート引いてるとこですかね。おーおーおーおお、あ、あっち行こう。何キロ、30キロぐらいあると思います。30キロ中ぐらいで、私は30キロ走るのに上りも含むので3時間以上かかると思います。これでいけるだろう。これで。ん？あれは萩焼き？あれ？何これ？もうゆっくりで疲れないようにしてます。疲れなければ、ま、あの何日でも走り続けられるので。お？
レンガ割れてる。なんでここに1個だけ。あ、なんですかね、この上が破れてる様子といい、なんといい、エイリアンっぽいな。多分ハギ焼きじゃないですか。ハギ焼きだと思います。ハクション大魔王。でもこの形と蓋が開いてるの、いやー、なぜわざわざ旗を、あー、なるほど、そういうのですかね。なるほど、腹をじゃない、腹を立てちゃいかん、旗を立てるためか。なるほどね、なんとなく納得した。でこれでずっとこの道沿いに行きゃいいのか。あ、で、萩の観光はこれでおしまいなんですけど、致命的に忘れてるところは、漏らしてるところありますかね。あ、そうだ、あ、そうか、会社の部長さんに連絡してなかったな、そういや、昨日。ちょっと早めに今のうちやっとこう。今日は秋吉台経由で長門市まで行く予定ですっていうの。そう、部長さん、この辺りが実家の部長さんで、本報告何の連絡、とりあえず動向は伝えとかないと。いかんメールアドレスとかは映ってしまう。放送中になんですけど、ちょっとお待ちを。あ、会社というわけではないんですけどね。今日は、いや、今日は、萩から、どこだっけ、萩から秋吉台を通って長門市街に向かう予定です。送信、ベッチさんにも。ツイッターだと一瞬でメッセージ行くのに、メールって遅いんですよね。よし、行った。で、部長からのメールは来てないね。よし。うん。OK。すいません、放送中に。URL、いや、会員じゃない、絶対会員じゃないと思う。よっと。行くぞ。で、ちなみにその部長さんはですね、私が過去にいろいろ会社関係でエピソードを話した中で出てきた人で、寝袋否定論者です。飲み会の場で、その部長さんもまあそこそこ酔っ払ってる状態で、私部屋で寝袋使ってるんですよって言ったら、結婚したら嫁さんにそのことは告白しろってマジで怒られましたからね。寝袋否定論者の部長さんです。という人でした。え、予定ると違う。ああ、そうそう、危ない。予定ルートの話、さっからなんか言われてるなと思ったら、これ昨日の予定ルートだ。昨日の予定ルート言ってた。危ねえ。3キロぐらい、お、3キロぐらいロスしたかな。ありがとうございます、ありがとうございます。昨日の予定ルートを通ろうとしてました。道の駅萩王館っていうのがこの登ってたとこにあって、そこで泊まろうかと思ってたんですよ。あ、行けますかね。ちょっと待ってよ。どれ外れてる。すいません、なんかコメントに対応してるうちに。まあ待ってよ、でもこれ、あ、
すごく細い道沿いに行けるか。間違えることもあるんだ。間違えます、間違えます。いやしかしこれはちょっとこの道沿いに行けるかどうかルートラボで調べてみます。放送中ですけど。コロッケ、じゃあ逆走あるある、いくらでもある。コース量こっちの方が車多いんですかね。なお道間違えます。 GPS まであるのに。じゃあルートラボで山道がですね、あんまりアップダウンがひどかったら時間かかりすぎちゃうんで、そう新型ホイール、そう放送してるとあんまり地図見なくなるっていう言い訳だな。萩駅で検索して木ありそうですね。ちょっと待ってくださいね。まずここから秋吉台の入り口まで塗るのまず線を引っ張って方向、いや、イエス引っ張って、で皆さんにこれ見えてるのかな。ああ行けることはいけるな。大丈夫、もうちょっとまめに。ああ、スズメ峠ってとこ通るのか。で、秋吉台入り口まで20キロぐらい。で、これを、国道、ちょっと、よいしょ。秋吉台って鍾乳洞？そう、鍾乳洞とか、カルスト台地があるとこですね。今ここ出してなかったら、そのままいつ気づいたんだろう。そう、そうですね。戻っていくと25キロ。アップダウンがこうで、もう一遍さっきのルートに戻して、やっとこう、これが、ああ微妙だな。こっち系でもいけるな。その場合には余計なアップダウンが、ああこの先の萩王館っていう道の駅のところでちょっとアップダウンがあるんですね。標高差 100m。 でこの先に、この先に、昼飯、あ自炊、何もそういえば買い込んでない。道の駅で何か買おうかな。いいか、これでいくか。じゃあこのまままっすぐ行きます。まっすぐ行くけど、また道間違えないようにしないとな。アップダウンがちょっと増して5キロを短縮できるので、元の道戻っていくよりは。32号、どれだ。されてないです。どれが32号なんだろう。これですか。これ萩王館の道みたいですね。萩王館って今書いてあった。いかんな、いかんな。あれひばりって書いてありますか。小さくて見えなかった。なんとかスズメ峠って書いてあるのは分かったんですけどね。そうそう、ひばり峠通る道です。萩王館から県道にそれて、そのひばり峠越えます。道の駅で買い物って何かあるかな。あ、そういえば太鼓、そうですね。なんでこれみんな萩焼き祭りに行くわけじゃないですよね。北海道ですかね。北海道の山だとなんかああいうなんか山あまりないんですよね。北海道は原野って感じ。なん
だろう。今北海道の旗が立ってたのバイク。少し車多いな。雨が、昨日よりはだいぶマシですね。本当すごいですね。今日は長門市で宿探したいんですけど、空きがあるかどうか。最終的にはこの渋滞で、エルカナイン何部分、服土部分、なんだゴールデンウィーク、そうですね、昼ご飯、その辺り、あ、そうだ、さっきの、ツイッターで確か書いてもらったんでしたね、宿の情報。そこにまずじゃあ電話してみるか。あ、でも値段的に言って、あの一泊二食とで7000円超えたあたりでちょっと私は迷います。本音と6000円ぐらいから。おお。あ、秋吉台電波確認してないんですよ。道の駅があるルートで、昨日はここ通ってその道の駅に泊まろうかと思ってたんです。ただその、なんだっけ、道の駅萩王館っていうところの駅長ブログっていうのがあるんですよ、検索すると。でそのブログ見ると、テント持ってます。砂島どこだっけ。え、6500円素泊まりですか。ちょっと別の宿から先出ましょうかな。スーパー銭湯もありますね。で、なんだっけ、何言おうとしてたっけ今。もう、あ、素泊まり5600円か。ラブホー、一人ラブホー配信とかも多分やった人いるんでしょうね。あ、そう、駅長ブログのことだ。そうそう、ブログの話だ。あ、で、駅長のブログ見たら、長門と愛の宮、長門の方見たことないから分かんないんですよね、アニメのあれは。で、その駅長ブログに、5月4日に、ゴールデンウィーク最大のイベントがあって、そのために、牛囲いを建設したらしいんですよ、牛囲い。なので、多分昨日今日あたりはかなりバタバタしてるんじゃないかなと思って、朝も早いだろうし、なのでこっちはやめたんです。というわけで液晶ブログ役に立った、私にとっては。道の駅、萩尾館の道の駅の液晶ブログは毎日更新されてるみたいですよ。少なくともゴールデンウィーク中ざっと見た感じは言われても、牛囲いはなんか、あ、一人できないんですか。このほど広いですね。このぐらいの勾配だったら気温も低いしちょうどいい。雪だん、一人何のラブホ？あ、あんなとこ走ってる。マラニックの人、あんなとこ走ってる。火呼べるし、なるほど。通道良さそう。あれ、自転車走れるのかな？うわ、あっち行きたい。道は？ダメだ。ですね、今見えてる向こう側が、この裏道の中間地点ぐらいで、もう両側で合流してる。あっち行きたかったな。もうなんか行って戻ると 100% 無駄になる。曇りは
うわあ、悔しい。まあでも、ラニックの人も走ってるから危ないから、危ないから後付けで。向こうの石よく見えます、ほら、わかりますか。ああ悔しいな、うん、ん？そうそう、集落の間いいですな、いいですなじゃない、いいですよねって言おうと今したんですけど、いいなっていうのといいですよねっていうのを今同時に言おうとした。交通量そうですね、あっちには田舎道が見えてる、遠くから、うん、そう、あのイベント中です。あの昨日あのそのチェックポイントの係の人から聞いたところによると、あのこの萩岡のマラニックっていうのは24周年だそうです。周年というか24年目だそうです。つまり平成元年から始まってる、はあ、っと、はあ、ここはベトナムとはちょっと違います。人が、うん、そうですね、アプリで、あ、今日の雨、アプリで見るためにはバッグ、後ろのバッグを開けなきゃいけない。そう、マラニックです。あれ休みなしで走ってるんですかね、本当に泊まりはないのかな。 あそこで合流してる、ん、平成元年は何してたかな、大学生の時か、大学時代に自転車旅行趣味持っていればもっと面白いことできたのにな、多分。あ、やっぱりピクニックですよね、マラニックのニックは。あ、こっから車道走らないと無理だな。大学時代の趣味はパソコン、ゲーム、あ、楽天で、そう、うわ、すごい安い、すげえ、彫刻みたい。あんまり服も変わらないからな、すごい。ピュータ16ビットキー、何故、何、あれなんだ、あれが道の駅か、パソコンは走る PC か、コモドールは、ビッグ2001と、あれ SMC37 とコモドールでしたっけ、こんにちは、今 なんでどういうふうに挨拶されたんだ、さすがにちょっと熱くなってきた、ベーシックマスターの情報あんまないんですよね。あ、ちょっと本当にどうかダメっすか、パソピア7、パソピア名前よく覚えてるけどどんな機械だったかいまいち印象残ってないんですよね。お、いらっしゃいませ。そう、マラニック、マラニック萩王館、また来て萩、あー、そうだ、M5、
どれが道の駅？今、道の駅萩陽館はどれ？切れてますよ。うお、うん、萩陽館の前です。やられてるかも。あちち、電波ダメですかね。おお、野菜マート。本当夏みかんばっかりだな。甘夏。埋蔵金。これが道の駅か。なんか、あ、牛いる。これか、牛。何イベントだったんだろう、これ、結局。ああ。大会、あのマラニックでイベントですね。大会というか、お、クマス買ったエリア。あー、でもこんにちは。かわいいな。かわいいけど、まあこんな狭いとこにいられて本人たちは苦しいんだろうな、多分。まあ、車で運んできた時よりは楽なんだろうけどな。超希少な三島牛を、あ、なるほど、感染の危険があるからっていう。希少なんだってことは、そうか、船で運ばれてきたのかな。の体重当てクイズ。うわ、巻き刺した。これ多分マラニックのチェックポイントにもなってるのかな。今ここ、いや、まだ今通過中です。巻き刺しの人がいる。あ、そうだ、買い物。なんか売ってるとこあんのかな。物産売ってるところ、こっちかな。違うな。ん、ないな。あ、野菜マート映ったのか。ん、左側。ちょっとあの買い物をしてきますね。よいしょ。ちょっと中、あ、復活した。重い。リロード OK。 今のどれに対して、どうですか、リロードして。あ、今行ってる行ってる。うん、上りでした。今ポタファイはこっちに入れたっけ。うん、こっち入れてるな。
うまいもの食材買っていきたいです。今あでもちょっと上り速度怪しい。牛のとこまで行けるかな。あーダメだ。ちょっとじゃあ通常配信戻しましょうか。通常配信にしますねと。あれ、いや上がった。今また上り速度上がってますね。風強いんですよ。どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。うしうし。あ、そうだ、 GoPro のそういえばカードの残りが少ないんだった。こうしこうし、よいしょ、これでどうですかね。これうん、今上り速度出てる、大丈夫。島、いや、見る島なんで、見る島だから多分どっかの離れ小島なんじゃないですかね、イメージ的に。そう、工程費からってさっきのコメント、さっきのリロード願います。リロード、ね、が、ね、が、い、うわぁ、2、3分前だ。小さい。馬飯じゃないです。馬飯じゃないです。牛川湖行ってこれだったんですね。ここは道の駅萩王館。テスト。今ちょっと尻しか見えてないですけど、子牛。うん、今かなり速度出てますね。あ、おはようございます。ケンタン牛。三島、そう、左の方の三島です。で、じゃあ説明は、あれ、県内、三島牛ってことは島でやってんじゃないのか、読めますかも。肉質、特に脂肪交雑、かっこ霜降りは極めて良い牛です。ん？体は極めて小さい。ボイメがすごく遅れて、あ、遅れてます。こっちでコメント見えてから、あ、そうか、こっちにコメントが送られてくるのが遅いのか。指を置きます。ダメだ。まあ、この中でじゃあ買い物します。一応ヘルメットしたまましとくかな。あ、で、読み上げだけちょっと小さくして、皆さんの心ないコメントが周りの人にあまり聞こえないように。これだけ、あ、そうですか、珍しい現象かな。よいしょ。見てこもん。完売中、すごいな。こんなラグ。何道の駅。食材というか、なんか茹でたり温めたりするだけで食えるものないかな。コロッケ、肉、豚丼の具700円。前買ったイノシシ肉よりも豪華だな。あまり食材的なものないですね。道の駅のこういう商品を移すのは多分問題ないだろうと思うんですけど、どうでしょうかね。これもまずいかな。あ、すいません。危ないな。
また切れてんのかな。あ、来た。サイクリストさんでした。またもう何分前なんだ。よいしょ。うん、OK。 いや、牛食べないです。いや、あの、今後食べることあるけど、どうしよう。確かにこれどういう目的なんですかね。確かに、あと、あの、角に結んで、あの、花輪を上に上げてるのはどういうことなんですかね。そもそも花って何のためのもんだっけ。多分上に上げてあるのは食べるのに邪魔ならないようにってことなのかな。でも、あの輪っかは何だろう。あ、影、そうかも。あ、FMLE が切れてた。じゃあこれ通常配信しなきゃダメなパターンか。ああ、プライマリーサーバーエラーだ。あ、あ、ん？通常配信に戻りました。で、あ、上り速度出てない。最悪だ。うわ、何これ。ああ、え、11時からか。うん、ん、肉牛、あ、そうなんですか。って速度全然ないな。なんでだ。通常配信にしたのに。通常配信中ですと。上り速度が出てない。速度が出ていません。まあこの感じでもいいか。ダメか。で、食材は見つかりませんでした。気に進みます。なんでこれゼロなんだ。ちょっと一旦再起動しよう。アラザン、あれ、なんで速度がないんだ。今の感じだとそう悪くないはずなのにな。出始めた。急に出始めた。ちょっとじゃあもう一遍 FMLE 試してみますね。さっきプライマリーサーバーエラーが出てたんでダメかもしれないですけど、もう一遍だけ試してみます。うん、すぐ先トンネルがあります。あそこよ、牛から。さあ来い、つながれ。あれ、あ、例のごとく接触も悪くなってるのかな、これ。つながれ。ダメか。もちろんダメでございました。
じゃあ進みます。上り速度出てんのにな。さてじゃあどっかで買い出しないとな。コンビニ見つけたら速攻で寄って買い物しないと。うん、うん、変な画像、あ、乱れた画像かな。うん、ロハットで今あそこあの和牛の店があるんですけど、ダイニングじゃないや、なんて言うんだろう、レストランがあるんですけど、11時開店待ちの人が並んでます。有名なんですかね、ここのこのレストラン。え、仮にブラムの内容、あ、V ラムか。そうそう、あ、そうなることありますね、切り替えの時。コンビニないっすか。まあ秋吉台には観光地だからなんかあるでしょう。少なくともまあ最悪水、水分さえあればパスタ茹でて塩コショウして食えるだけの食材はあります。ん？何食べます？昼？牛丼？ああ、今のところ？延長はできてたんじゃないんだっけ？できてませんでしたっけ？ん？何の店先？もっと電波、あ、本当ですか？まあ、じゃあ結果オーライかな？取り食い。あ、できてますよね、延長。じゃあ。今日は夜まで、あの昨日秀坊さんという方に家で充電してきていただいたので、バッテリーを。さて、あ、だから全然聞こえない。そうだ、GoPro の SD カード、 GoPro の SD カードまだ録画中ではあるか。SD カード残りチェックしなきゃやばい。なんか読み上げ言ってるのは、何か言ってるのは分かるんですけど、何も聞こえない。結構これ音量小さくないかな。ロープロバターはそのトンネル出口とか真っ白なんだろうな。多分ウェブカメラでも向こうにあの緑色がいっぱい見えてます。ん？んとからしいから聞こえ始めてきた。ん？よし、ライト忘れずに。ショートリカちゃん、ジャギ、あれなんだっけ、言ってみるはジャギじゃないんだっけ。あ、またトンネルだ。で、あ、そうよ、電波そうよ、来てましたね。なんかこっちのトンネルはどうも切れない。トンネルの 中だからって、なんか浮かずにやさぐれたりできないですね。チッとか言えないですね。よいしょ、トンネルだらけでございましたね。で、ここから下ってまた登る。ガチャ M、 あのイカ娘ネタ言う人本当に多いんで、どのぐらい流行ってるったらいいのかな。イカちゃんはいずれサザエさんクラスになりますか。あとシグマルコちゃんとか、
下り最速。あ、私下りに関しては遅い自信があります。あの一番遅いとは言い切れないけど、あの下から2番目ぐらいに遅いはず。ようこそ明らぎの里へ。かっこいい地名ですね。なんか明らぎってなりますよね。あ、なりませんか。その声優が世代代わりするようなことにはならないですかね。でもなんだっけ、確かアズマンガ大王と似たような感じだっていうふうに聞きましたね。何も絶対、ああ、まあ言い過ぎかもしれないけど、そういう部分も確かにあるとは思う。ん？誰が？うん。私は漫画微妙。アニメで化けたってことなのかな。だめ。リカちゃん世代？リカちゃん世代がイカちゃんに。ダザレか？ダザレか？あ、及ばない。困る。そうなんだ。アズマンガは大学の時に部室で読んだことがある。あ、そうそう、ウーニャーは何のネタかって別に聞かなくてもいいか。聞いたって分からないに決まってるから。ウーニャーもアニメネタなのかな。ツイッターであれ書いてる人多すぎる。分からんての。ウーニャーが分からない。とりあえずあのアスキーアートからウーニャーというのは分かるけど、そういう言い方で正しいのかも分からない。あー、あっちにもなった道があった。悔しい。あれ、どっから分岐してんだあの道。あそこマラニックの人が走ってる。イスラム教か。悔しい。あ、ニャルコさんのネタなのか。なるほど。ハイヨレ。なるほど。なかった。この先、あ、でもこの先旧道行けますね。どっかで降りられるはず。ん？ブーニャン。いや、途中でどっかで合流できるはず。ん？ヒデチュウさん、え、ヒデボウさんでしたよね。あれ？ニャルガトテップってなんだっけ？あの、ハムナプトラとかで聞いたような気がするけど、違ったっけ？あ、てかニャル、あれ降りられない。透けてた。あ、さっきのあれですか。じゃあこの辺りで強引に渡らせていただきます。あ、道の駅萩王館の、あ、リードですね。道の駅萩王館、あれ名前が上書きしてるから別の名前だったみたいですね。前はペルソナに、ペルソナも多分元ネタがあるんですよね。ジョニーデップってなんだっけ、なんだっけ、映画のイケメンの人でしたっけ。デカプリオみたいな。ジョニーデップは私の頭の中では、ジョニーデップって名前ですかね、本当に。デカプリオと同じ位置にあります。モハネか。料金所？道の駅料金所？カリビアン。ユニーチョップ。スターハンズ。アートマス。ジョニー・デップス。こっちであの、古いの多い。何が？こんにちは。しかし本当にひどいな。辛抱。マラニックってあの、そう、あの萩王館っていうマラニック、萩王館マラニック250キロっていうのが、あ、250キロが最大の距離の最大距離コース。ん？こんにちは。ん？ニャルガトホテル。
あ、それも元ネタがあってそういう名前ってことなのか。ハイオレってことあれか、貞子的なもんなのかな。卑猥な感じ言うな。多いですね。マラソン。完全ランナー道。ちょっとでもここはどうしても走りたい。ちょっと邪魔になってるかもしれないけど、できるだけ迷惑にならないように走りますんで。でも本当になんかこういう、あ、じゃない人も歩いてるからいいか。うん。言ってる。そうですね。この音量下げたかったな。つまり静かだから。ん？ちょっとな。本当人多いな。邪魔だ。最悪そういうコメント。あ、サンタさんだ。サンタさんがいた。ランナーの隣最悪ですね。うわあ、足のテープ剥がれていたらしい。3日間走るらしいですよ。だからやっぱ泊まりはありますよね。いやのこめしないでください。うん、車、そうですね。うわあ、いいなここ。マラソンの人たちが走ってるのもいいけど、走ってない状態でも見たかったなとか、めちゃくちゃ勝手なこと言ってますね。いいなこの道。あー、その GoPro のカードありがとうございます。忘れてた。あぶね。あ、こんなとこにオタマジャクシブルベ。まあでも それに似たもん。あー、いっぱいなってた。もうすでに止まってました。多分この道途中取れてなかったか。悔しい悔しいばっかりな。さっきからん？今ぐわって、そうか、悔しい。で、じゃあですね、泣けら最高。ちょっとカード取り替えます。うわあ、悔しい。今ちょっとこの上にくっついてる GoPro からカードを取り出して、で名刺入れの中に入れてるカードを、ん、これ、あ、いや、今のあのマラソンの人同士です。あのすれ違う人たち同士で。ああ、この道入ったところが、あの辺りが一番綺麗に見えたけどな。悔しいな。 SD カード32ギガで7時間ぐらい撮れます。まあ、最高画質じゃなければ。このカードで7時間のそこそこ綺麗な映像が撮れるってすごい時代ですよね。64ギガサポートされてないんですよ。多分動くと思うんですけど。汚いからって。これで録画スタートした後に、ちょっと待ってください。この後ですね、この映像スタートするとした時にはいろいろ儀式が必要。え、ギガ関門海峡。ああ、多分最終的には信じられない。そうですよね。はい、32ですよね。まずこれで時刻を表示して、なんか画面で超人気コミックの広告出てるな。これで今終わって、あ、60までいったからもういいか。で、ちょっと待ってください。文字工あたりは多分もう通過するだけになっちゃうと思いますね。で、待ってください。そうそう、なんかあのスマホとかに出てくるコミックサイトの設定って、あれ多分全部そういうやつですよね。
ポタファイを、ポタファイ充電しとかないと。そういうのですよね。注意されました。カモカメラ、中国タイタニック、スマホの内部メモリもスドみたいなもんだからな。内部ですかね。ちょっと構造知らないんですけど、まあ要はラムですよね。充電開始。これでポタファイバッグの方に入れるので、自転車離れると切れる。よいしょ。中学生タイタニックなら興味あるわ。中学生タイタニック？何の話だ。ネタがわからない。で、人が周りに少なくなったところで、これで音声ファイルと映像ファイルを合わせます。4区世代、私は4区より前なんですよ。チョロ9世代です。チョロ9というか厳密には合わないかな。比較されるものではないかな。しかし本当に GoPro の映像で前半撮れなかったのが悔しいな。そう、日野翔平さんがやったことをかなりなぞってるらしいんですよ。私見たことないんですけど、昨日のあの笠山の明神池ってとこもそうだったみたいですね。まあでも観光地だから当たり前っちゃ当たり前かな。そう、シンクロさせるためのあのタイミングでして、スピーカーがキレ切れになり始めた。どこの接触不良。やっぱこの根元の方か。8.25 インチ。あれ 8.25 8インチじゃなくて切れるな。これ読み上げのスピーカーの音が切れます。これ物理的なもんだ。なんだろう、これ延長ケーブルが切れてるのかな。こう読み上げスピーカー行かれてきたね。スピーカー行かれてきました。翔平は手紙を読むけど、ロボさんはコメント読みますね。手紙。フロッピーって8インチもあったよね。8インチでしたよね。サイド。どこだろうこれ。ケーブルだとしたら、いや、どこにしたら結構致命的だ。MD、ちなみに MD ケースが GoPro の台座としてちょうどいいサイズかなと思ったらそうでもなかった。いや、何の話してるんだ。プレイボーイ、そう、私は隠していたけれども。夏みかんの振る舞いだ。いや、発作だあれ。うわ、ぶどう。PDMO っていうのもありましたね。 MO は結構使ってたな。認知、お前がないけど認知しなきゃダメですか。うわー、ここもあれ、ここは萩王館祭り。さっきのサンタさんに椅子まじが抜かれてた。お、なんかいる、なんかいる。もうまだあります。スムード？なんだろう。おいでます山口って書いてある。チョビル、あれの名前がチョビル。結構可愛いですね。
はい、後ろ姿いいなあれ三本角ですね。あ、チョルルって有名なんですか。どうだろう、押して入ってもいいのかな、大丈夫かな。あ、でも狭いな、やめとこ。あ、すいません変な人形って。こかそう、こかすって言い方難しいな。食材か、置いて、いやもうここはさっと行こうと思うんですけどね。祭り本部海洋フェスタ、たこ焼き、食材はないっぽいですね。マラニックの人たちこの前通過していかなきゃいけないのか。ゆるキャラに名前なんていうのって聞くんですか。国体のゆるキャラ、あアキラギ、テクテク、似て歩きって、あの地図もあるな。クリア、あ、猫だ、餌もらった後だ。今の茶屋、あそこ今塔が閉まっ、塔閉まる瞬間見た。猫が餌食ってる、黒猫が餌食ってます。民家盗撮と、一応塔巻きにというか。山娘山ですか、あの3つのやつ。もそもそ見えます。そしてまたちょっとまた降ってきた、降ってきた。こっち来ないかな、来ないよね、やっぱ私 猫も人気ないからな、どうせ来ないよな。で、あの、あ、リストラされたって何ですかそれ。フラグ立てたけど来ないな、どうせ来ないとか言ったらフラグが立って来るかと思ったんですけどね。何持ってる、そうだったな。あ、すいません、ちょっとあれだけ写真撮って、サイって言われた。あ、レンズに水がついた、やばいやばい、曇る。たすけさんがよいしょ、雨がまたちょっとパラパラ降ってきました。山城和紙、食材売ってないですか。食材もパッと見たとこなかったんですけどね、あったら買いたかったけどな。羊の匂いがした、てかヤギの匂いがした、あのジンギスカンの匂い、いっぱいですね。で、この通りずっとこれやってるんだ。どうしましょうかね。食材が、そうか、あ、気をつけて。すごい、一人で参加。そう。あ、本当。頑張ってください。行ってらっしゃい。どうすいません。ちょっと車が今。怖かったんで。ここ車通るの厳しそうですね。あ、そう、通行止めした方がいいですよね、こういうのだったら。でもできない理由があったんだろうな。あ、これがエドステーションみたいなところ。折り返しまであと10キロ、走りであと10キロって書かれるのはダメージあるな。あ、これ宿場街なんですか。F コースの方お弁当があります。クリュウさんか。今日マラニックっていう萩王館マラニック大会っていうのを平成元年からスタートして今年24回目らしいです。地震、 どこだろう。紛れて弁当、
前あのお祭りでお弁当もらったことありましたね。ホテルのあマラニックの人あっちだな。これでマラニックの人たちとは分かれるかな。でどこでこれはどこから行くんだっけ。ひばり峠どこ。ひばり峠に分かれるとこどこだ。いやいやし、それさっきも言われました。さっきはいやらしいって言われたけど、いやひばりって言われたんだ。ひばり峠抜けるのはどこだ。ここ今ここから曲がるとかなりでかい山登るんですよね。倉見山ってところ。もう一度先か。上横瀬、横瀬って秩父の方みたいだ。上横瀬公民館の、いやじゃなくて倉木山、どこだ。角力場、角力場なんて読むか分かんないけど、角力場っていうちょっと電磁気的な香りがする角力場、角力場っていう交差点で右に曲がる。でそこからまた上りですね。角力場で、あの場所の場です。力場、なんか途中いろいろあるもんですね。道間違いなかったら今のところは知らなかった。よっと、あ、黄色い、黄色いですね、黄色いですね。そう、物理学タームっぽいですよね。ターム、用語。西川口は、西川口ってあの声優の2階に自由空間あったけども、あそこは閉じちゃって、あれは違ったっけ、あそこは西川口じゃなかったっけ。たまに、ん、もう一歩右、ん、倉見山、そう倉見山の方だと登りそうなんで避けたんですよ。でひばり峠抜けようと思って。うわでも良さそうな道だなあそこ。ちょっとよだれが出そうになるな、あの道。どうだろう。あれでもずっとこれ川沿いだな。あれこれ川沿いってことはゆっくり行けるのかな、ゆっくり登れるのか。ちょっと倉見山越えるルートアップダウン見てみます、ルートラボで。うん、西川口ってあそこですよね、武蔵野線の駅ですよね。だとしたら行ってます、止まりました。スノーバー、どこで、何の話。ルートクリアして、でこっから今この場所から得意、いやあゆっくり登る、これいいな。よし行こう。こんなにぐにゃぐにゃなのに平均斜度 2.2% ってすごいな。ゆるひばり峠よりもいいですね。まあ、ひばり峠行ってみたくもあるけど、これはいいな。騙されてるかもしれない。でもこれはいい。これ行きましょう。ママチャリ？さっき通ったのが。私はマウンテンバイクですけどね。あ、ついでに FMLE に、いや、この先電波悪くなりそうだからこのまましとこう。バスハンターとしては峠、22.2 ダラダラ登り大好き。さっきからこれ切れてないっていうのは USB のオーディオデバイスの口のところの、あの端子の向きを180度ひっくり返したら、あのぐるっと回したらな、あの切れなくなったんで、やっぱそこが原因かな。